ギオーム10世は、アキテーヌ公。ポワティエ博ギオーム8世でもあった。ルトゥールーさんもしくはルサンとも称された。ポワティエ家最後の男性相続人、当主。アキテーヌ公兼ポワティエ博ギオーム9世と二人目の、妻で、トゥールーズ博ギオーム4世の娘フィリッパド・トゥールーズの、長男。アンテオキア公霊門の兄で、フランス王類7世妃。 イングランドをヘンリーに正否として体感した、アリエノール・ダ・キテーヌの父でもある。アキテーヌ公・ギオーム9世と、非、フィリッパド・トゥールーズの長男として、トゥールーズで生まれる。父同様に芸術を愛し、トルバドゥール、音楽、文学のパトロンであった。また当時は支配者層も、識字率が低く、読み書きができるものが少なかったが、ギオーム10世は高水準の教育を受けており、 教養深い人物であった。娘たちにも自分と同じように質の高い教育を身につけさせることに苦心した。義用無十世は芸術を愛する文化人であった一方、統治者、選手としては粗暴で、好戦的な面を持っており、フランスを国内における数々の紛争に関わった。ノルマンディに対抗すべく。 アンジューハク白女フロは四世と同盟を結んだ。その一方、穏やかな国境北部で大西の自分の進化、イゼンベールドシャトライオンを制御するために長期にわたる戦争を強いられ、その他国境内において武力を用いて制御した者が起こした反乱にも対処しなければならなくなった。外交において、ギオーム10世は1130年2月にローマで教皇ホノリウス2世が死去し、 次期教皇の座をめぐり数る教の間で、インノケンティウス2世とアナクレトゥス2世の両派に分裂して抗争が起きた際、5年間は、教皇インノケンティウス2世を支持する司教たちに反発し、アングレム司教ジェラール2世と対立教皇、アナクレトゥス2世を支援していた。しかし、クレルボーのベルナルドゥスと謁見した際に、インノケンティウス2世を正当な教皇として、 認めるよう説得されたことにより考えを改め、インノケンテウス2世の支持者となった。1137年4月9日の、聖金曜日、アナクレトス2世を支持したことに対する食材を目的とした、サンティアゴでコンポステーラへの巡礼中、食中毒に罹患して死去した。死の床で、ギオーム9世は、友でもあった主君のフランス王ルイ六6世に、自分の亡き後、 当時15歳ほどであった長女アリエノール・ダ・キテーヌの貢献及び彼女にふさわしい結婚相手との縁組みを頼み残した。ギオームの遺言,言通り、ルイ6世はアリエノールの貢献人となり、自分の息子の大太子ルイと結婚させた。中世周期にギオーム10世の逸話の一部が伝説上の人物、ギオーム・ド・ジェローヌと聖ギオーム・ド・バラバッテの元になったとされる。 ギオーム10世は1118年もしくは1121年に結婚し、父の愛人、ダンジュルーズとその夫シャテルロー子爵エメリー1世の娘アエノールドシャテルローと結婚し、三子に恵まれた。二人目の妻に、リモージュ副伯アデマール3世、ルバルビューの娘エマドリモージュを迎え、その後コニャック卿、バルドンミボージ人、マリードカールと再婚したされる。 サジーニアロジーシュールルサイトメディバルランズ。ありがとうございます。